日田小作から1921年は、明治時代の日本の文部官僚、実業家、旧名明時期、源次郎、第四大学区第一番中学学長、東京外国語学校、東京英語学校校長、第十五国立銀行副支配人、第百十九国立銀行及び、神戸銀行頭取を歴任した。天保十三年十月二十三日、江戸に生まれる。 た助手に、安井元城の次男であり、元広氏とも称したが、後に、幕臣、日田浜五郎の婿養子となった。慶応四年四月、福沢諭吉が主催する、慶応義塾に入社。翌年には、義塾の教員を務めている。明治三年七月、前年に新政府が設けた大学の中助教に転じ、十二月に、大助教に承認。翌明治四年四月、 大学兼小進む県大助教となり、大学が廃止され文部省が置かれた同年7月に、文部兼小進む県文部大助教にさら任された後、8月に文部省7等出資、明治5年1月に文部省6等出資となった。この間、大学南校監督経営学教員を経て明治4年5月に、大阪出張を命じられ、大阪改正所の事務を担当。 明治5年6月、大阪巡行の折に、同行へ臨行した、明治天皇一行管理者として出迎えたほか、同年9月に改めて第4、大学区正し学心への肩書きで、大阪出張を命じられ、第1番中学の規則改正、第4大学区院学校廃止に伴う、第1番中学への引き継ぎなどに当たった。10月には、第1番中学の学長となったが、 病のため翌月にこれを辞している。その後は文部本省に勤務し、用土局長を経て、明治6年9月に会計課長兼準国課長、翌10月に準国課長専務となった。明治7年9月、東京外国語学校長に転じ、12月には新設の東京英語学校長に移動。翌年4月まで東京外国語学校長も兼務した。 明治8年5月、文部省六等出資を免じられ、改めて東京英語学校長兼、東京外国語学校長に就任。東京外国語学校には同年8月まで、東京英語学校には明治9年12月まで在職した。退官後は実業界に進んだ。はじめは銀行業を手掛け、明治10年5月の第15国立銀行開業に先立ち熊谷。 竹五郎らと共に副支配人に就任。冒険係となった。明治13年4月、郵便規制、三菱会社が三菱川瀬店を開くと元締めとして招かれ、川瀬事業を統括。経済界の不況に再始明治17年に川瀬店の廃止が決定された後、明治18年5月に三菱会社が第119国立銀行の経営を継承すると、その頭取りとなり、 明治22年2月まで在職。明治22年から翌年7月まで立憲改新党の機関銀行である神戸銀行の頭取りも務めた。その後鉄道事業に転じ、明治23年10月から明治31年3月。またこの間、明治14年6月に設立された明治生命保険の発起人となり、明治30年1月まで監査役。 明治20年4月に三菱溜め替店の倉庫業務を継承し、東京倉庫が設立された際も発起人となり、明治29年7月まで取締役を明治22年9月から12月にかけて取締役会長事務取扱いを務めている。このほか鉱山事業にも携わり、明治22年前年に前島秘書からによって設立され、神保銀行内に本店を置く。 鉱山会社、領順社の社長に選出された。また、明治23年に、福島県の高玉金山を買収。大正7年10月に、久原工業に売却するまで長男金一郎らと、共に経営にあたり、大正2年には、日田工業合名会社を設立し、代表社員となっている。大正10年死去。日田は有力な初期福沢門下生の一人であり、明治6年に、 福沢らが民六社を設立すると門下では、古川正夫、秋山常太郎に続いて社員となったほか、明治7年6月の三田演説会創立、明治13年1月の高順社創立に関わった。慶応義塾維持のため、明治14年1月に義塾仮憲法が定められると、仮理事委員に選ばれ、仮憲法に代わって、 義塾規約が制定された明治22年11月には評議員に選出。明治28年10月まで務めている。明治街道の建設や義塾維持資金の募集などについて相談を受け、細々鉱山への投資の仲介役となるなど、福沢とは個人的にも進行が続いた。養父の飛田浜五郎安井や日だけ。ありがとうございます。